はい、皆さんこんばんは。2021年10月5日141日目、ビットコインチャート分析21時半。まず最初に4時間足で見ていきますと、先週末から横横といった相場となっておりましたが、昨日大きな動きを見せてきました。まあ、現在しっかりと上昇トレンド乗ってきております。節目であるコマンドルも一瞬タッチして、今現在少し下がってきておりますが、ここでしっかりとサポート聞けば5万2000ドル、5万1000ドル狙っていけると思っております。4時間足の MACD も上昇トレンド継続中となっております。 RSI は 70% 台まで上げて横横といった形となっておりますので、少し買われすぎ傾向ありますので、一段下げそうな可能性もあります。続きまして1時間足で見ていきますと、昨夜の21時の動画の配信頃、ここの価格帯でこの上の青4万9000ドル抜ければロング入りましょうと言っておりまして、私もここで入っております。今現在少額ですが利益は出ております。しかしながら、このやっぱ5万ドルがやっぱ意識されておりまして、今現在少し叩かれて下がってきている状態となっておりますので、最悪は4万9000ドルまで再び下げてくる可能性も想定はしておいてください。ただこの4万9000ドルまででしっかりとサポート聞けば、5万1000ドル、5万2000ドルは狙っていけると思っております。1時間足の MACD も上昇トレンド継続中、 RSI は底打ち 40% ぐらいでしてから、今現在上昇トレンド継続中となっております。続きまして日足で見ていきますと、9月9日の直近の高値、ここから振るい落とされて3万9000ドルまで下がって底打ち感見せてからの上昇となってきておりますので、この5万2900ドル、ここをしっかりと上抜けすることが史上最高値の道と思っております。 MACD は上昇トレンド継続中でいいチャートとなっております。 RSI も下落トレンド上抜けてから上昇トレンド継続中なので、悪いチャートではありません。最後に戦略です。今現在が4万9800ドルあたりとなっておりますので、5万ドル、そして上が5万2000ドル、下が4万9000ドルから4万7000ドルぐらい、ここをターゲットとしていきましょう。最近のビットコインはパンダ的なニュースで大きく動く可能性があるので、動いた方向に狙っていく順張り投資が一番最強と思っております。完全な上目線、完全な下目線つかめないときは非常に少額ですけど有効な手段と思っております。5万ドルしっかりと上抜けすることができれば5万2000ドルまでロング、逆に4万9000ドル下抜けするのであれば4万7000ドルあたりまでショートで狙っていきましょう。今日も一段と強いビットコイン見せてくれております。頑張って頑張っていきましょう。投資は自己責任で頑張っていきましょう。ではまた明日。